太宰府市の日本経済大学に通っていた男らによる偽電話詐欺事件で男2人が別の容疑で再逮捕されました警察によりますと日本経済大学に通っていた男と地元の友人で静岡県に住む無職の男は11月金融機関の職員などに成りすまし福岡市南区の女性からキャッシュカードをだまし取り現金50万円を引き出した疑いが持たれています 共に容疑を認めていて飲食代やタバコ代遊ぶための金が欲しかったなどと話しています2人は香川県警が逮捕した日経大に通う別の男らと共謀し10月別の女性から現金40万円を騙し取ったなどとして先月逮捕されていました警察は男らが日経大の学生寮を中心に詐欺の計画を立てていたとみて調べています